さあ再び大津小学生、相手はやっぱりヤクザのセグロ。そして開幕はさあ押し込んでいますヤクザのセグロ。さあヤクザがダッシュが終わらない、ダッシュが止まらない、見下ろしていて1本目はヤクくんがもう前との状況。さあ抜きはここの小学生は逃したくない。さあ目分値が中盤勝負者ではない。しかしダメ足投げていき、さあバックダッシュに中盤を入れていく。ヤクくんの読みが鋭い、キックパスには読んでいる。ここにエレスがある。さあ画面振り向いた、あー燃えてしまった。しかしまだ分からない、ワンチャンあるか。我慢できなかった大貫。撮影どうしましょう。撮影止めますか。